戻りました。引き続き司会進行リヒトで止めさせていただきます。よろしくお願いします。さてサイレントヒル3がね、もうチャット欄もサイレントヒル3にどんどんなっていってますけれども、ありがとうございます。おはようございます。こちらのゲーム解説は実は私ですということでね、司会進行解説で務めさせていただきます。よろしくお願いします。そうですね、まあその辺はゲームを見てからね、知らない方もいっぱいいらっしゃると思うんでね。はい、実はね、3月末に年度末ホラゲー RTA のねイベントがありましたけど、あの時にねサイレントヒル3 PC 版走らさせていただきまして、ありがたいことにね。で今回のねカテゴリーはエクストラニューゲームノークイックセーブノークイックロードということでね、ちょっとだけ違うんですけれども、私がねその3月末に走った時と、3月末に走った時はまあ分身はしないですけどね、3月末の時にはねクイックセーブクイックロードありで走りました。何が違うかというと、クイックセーブクイックロードを使ったグリッチがもちろんねできなくなるということですけれども、まあそうですね、クイックセーブクイックロードなしになったおかげで多少丁寧にね、回るところは出ると思いますのでね、そのあたりもお話できればと思います。そうですね、ちょっとだけ悪いことしないです。サイレントヒルの歌はねイベントで聴けたらとても盛り上がりそうなんですが、なかなか毎回それをするわけにも難しいですよね。あ、来ました。はい、ちょっと画面がまだ来てないですけどね、大丈夫かな。Muy buenas noches, ¿qué tal? Aquí de Vampir. そうですね、でも一番メジャーなグリッチはやっぱりクイックセーブクイックロードをね対応するところが多いですので、半分ぐらいは減るかもしれないですね、グリッチがね。ただまあクイックセーブクイックロードを使わないグリッチもありまして、まあそちらは使われるんじゃないかなと思ってます。来ましたかね。で、PC 版ということで、こちら実は日本で発売されてません。もしね、今から走りたいという方がいらっしゃったら、海外からね、まあ、なおかつちょっと昔のゲームですので、中古で輸入される必要があるかもしれないです。私はね、そういう感じで、年末年始に買いまして。あ、スペイン語ですね。ニューゲームプラス、よく言われるね、エクストラニューゲーム、2週目です。まあ、ちょっとお まくになんですけど、まあ、日本語は入ってますのでね、言語的に省かれてるわけではないです。発売はされなかったですけどね。そうですね、壁抜けは、あると思いますので、壁抜けモードをね、お持ちの方は、どうぞっていう感じで。このカテゴリーは、難易度は、ね、皆さん、イージーで大丈夫ですので。タイマーもスタートでいいんですけど、まあ、このゲームのカテゴリーは、インゲームタイムでよく測りますが、はい、グッドラックです。エクストラニューゲームということで、今、路地裏に落ちていた無限サブマシンガンもすぐにね、取りに行きました。私がやった時にはサブマシンがまあもう無視しちゃって、火炎放射器だけで1本でなんとかなるんだっていう感じでねやってましたけれども、今回はいろんな武器も取るのかな。そのクイックセーブクイックロードができないことによってね、回避できないボスとかが出てしまいますので、ここでハンドガン手に入れて階段登っていきましょう。結構詳しい方がね、いろいろネタを書かれてますけど、ちょっと今拾いづらいんで、その辺話せるようになってからね、巻き戻って拾いましょうか。はい、こちらで火炎放射器は、取らないんだ。なるほどね。サブマシンガンだけは取ってましたね。トング取って、鍵取りに行ってますが、こちら
unas glitches que hay que Quick Save Quick Load ありだったらもう取らずに、グリッチで無理やり進んでしまうところですが、これはね、普通に謎解きをしております。ね、このトングでパレットの下のね、鍵を取って。ビームセーバーを取りましたね。そうですね、ちょっと走り抜けるゲームなので、いかに滑らかに、で、いかにその、こういうね、壁に入るときの選択も早くできるかもね、ちょっとずつ自立もになってきますので。サイレントヒル3はね、まあ、この主人公の女の子の名前はヘザーですが、この出生の秘密とかね、本当はとか、ストーリーいろいろあるんですが、なかなかこの時間内で、なおかつね、こういうイベントがすべてスキップされる状態で説明するのは難しいですので、できればご自身でね、どこかでプレイしていただけると嬉しいなと思いますが、あとのデッドバイデイライトでね、ご存知の方はもうすでに大ネタバレされているという状態に去年になりましたけれども、まあ、むしろね、人気があったからこそ、ああやってコラボもしてもらえるっていうのもね、ありますが。まあ、トンクはね、あそこの仕様だけだったですけれども、武器ではないです。ここは絶対来ないと、そのライトがね、手に入らないと、フラグ的に積むので、確実にね、どんなカテゴリーでもここには取りに行きます。壁抜けも、そのね、クイックセーブ、クイックロード使わなければできなくはないと思うんですけど、あれはまあ、ちょっとね、怪しいことはするんで、その、全画面を切り替えて、その無理やりフレームレート落としたりとかね、で、殴られながら壁に向かっていくと、あるタイミングで壁をつるっと抜けたりはするんですが、おっと。これは配置が悪いですね。どう上げても抜けられない感じでブロックされましたね。人がなくてもね、壁抜けたらいいと思ってたら、不定のところでライトがないせいで、その手に入らないアイテムが出ちゃうんですね。あれはなかなか、先ほどの、あ、このね、あのハンガーもライトがないと選択させてもらえないと思いますね。ディフェンスが激しかったですね。さて、一発で決まるかな？ちょっと難しいね。ここはあの画面切り替えの最終フレームで変身を入れることによってっていうグリッチがあります。まあ、クイックセーブ、クイックロードなくてもね、このグリッチは入ります。ということでね、このような格好でこのランは走ることになりますね。魔法少女がデフォルトです。エクストラニューゲームのね、サイレントヒル3は。ちょっとかなり視界がぐるぐるしてますね。良い方はお気をつけください。私、こちらの走り方じゃなくて、ちょっとあの、一回壁沿いに走ってからまっすぐ走る方法でやってたんですけど、この方、これで一発で行くのかな？そうか、クイックセーブ、クイックロードもできないんだ。あのですね、実は今のグリッチをした後で、ちょっとだけね、体が落ちてるんですね。なので、あの、クイックセーブ、クイックロードすることによって体を少し上に上げて、あの位置合わせて走っていくっていうのがルートなんですが、この場合はちょっとだけ下なので、ここでね、あの、顔面切り替え入れて何度か上に上がってますね。おお、ちょっとだけルートが違いますね。なるほど。まあ、クイックセーブ、クイックロードがあったり、壁抜けを使ったりするとね、ルートが多少変わったりしますが、先ほどのね、ショッピングモールのボスはあんな感じでスルーです。本当はね、ボス戦が一回挟むんですけどね、スプリットワーム戦がね。そう、クイックセーブ、クイックロードをすると体が上がるとかね。ただこのカテゴリーはクイックセーブ、クイックロードができないっていうね。
ここもクイックセーブクイックロードができると実はいろんなギミックを無視でしてしまえるワープがねできるんですが、そのこのゲーム穴に落ちそうになると一回踏みとどまるんですよね。落ちそうのあわわっていうモーションして、そのタイミングでクイックセーブクイックロードしたり、まあ落ちてもその落ちる直前のフレームでクイックセーブクイックロードをすると、落としたタイミングで出現位置がちょっとずれるんですよね。まあ、そのまま出てしまうとその立てないところに立ってしまうので、そうならないようにずらすと思うんですよ。まあ、それをうまく使うことによって微妙に入ってはいけないところに入るというね、悪いことができますけど、まあ、ノークイックセーブノークイックロードはかなりそのあたりを合ってる感じですね。Entonces hay que tener Channel 5, ¿eh? La puerta, porque aparte hay que hacer desplazamientos laterales, que son es la clave de este juego. El que domine los desplazamientos laterales. 今回私解説ということもあって、後ほど少しだけ宣伝させていただくんですけど、ちょっとスペースチャンネル5とかがね、関連するイベントのお話ですが、覚えておいていただければ。ここは赤い扉を、ちょっと今のはね、ダブルヘッドの犬のね、位置が悪かったかな。ちょっとだけ外側を走らないと引っかかるんですよね、あれね。diría que es un minuto y medio más o menos. No es tanto como parece, porque realmente si vas, si te haces el centro comercial en plan speedrunner, puedes acabar el centro comercial bastante rápido. Pero debe estar en torno a eso, un minuto y medio, dos minutos. いやでも、ここで壁抜けするだろうなと思ったタイミングでまあしなかったんですけど、クイックセーブクイックロードがないとやりづらいのかなっていうことは、かなりグリッチがないかもしれないですね。それで48分というのはかなり早いと思うんで、私もちょっとこの方の動画をさらったつもりだったんですが、ね。まあ通常のね走りの方の解説もできますのでやっていきましょうか。こちら今ね自宅に帰ろうと頑張ってます。ストーリー的にはね、で自宅の方面に向かう地下鉄に乗ってるんですが、なぜかねこんな感じで誰も乗ってないし、リーチャーはいっぱいいるし、勝手に走り出すしっていうね、えらい目に遭ってますが、さあこれで最寄り駅に着きました。ついたのっていう状態ですね。おお、結構コラボしてるんです。クスラニューゲームの場合は、こうやって降りていくときにね、壁がサビサビというか、変質していく演出が入ります。これ、ニューゲームのときにはね、ないんですけれども。で、難易度が高くなると、この状態のマップを走るときには、常にダメージをね、永続ダメージを食らいで続きます。まあ、このダメージだけで死ぬことはないんですけどね。でここは地下道下水道を通ってなんとかね自宅に帰ろうというマップですが、なかなかここもね取らなきゃいけないアイテムとか解かなきゃいけないギミックがいろんなところに散らばってるので、走り回らなければいけないですね。ちょっと赤いですね。まあ、血の色とかも混ざってるのかもしれないですけどね。そうですね、この格好も。エクストラニューゲームでサイレントヒル3の時にはもう、まあ、着替えたりするのはタイムロスなんでね、もうずっとこの格好で走っていただこう的な。ダク難民ですね。で、このルートで本当に帰れるのかなっていうあれですが、うまいことね、家には向かっております。まあ眠い方はね、本当に寝ていただいて。サイレントヒル3の歌を歌おうとすると、ね、ちょっとネタバレですけど、まあ、UFO エンドという方に、リベンジエンドかな行かなければいけなくて、そのためには、ビームを出してね、30体でしたっけ、狩らなければいけないですけどもね、家に着くまで。まあ、今回のようにこういう、一体も倒さない RTA だと、もう最初からね、ルートを狙わないとなかなか、いいですよね。あ、昨日も走られてた方なのかな。で、今回、いろんな走者さんが複数回走られてるなと思ったら見てたんですけど、ありがとうございます。別ゲーム走られてたかな。おお、イエスということでね。
まあ、テーマパークはね。実は、エクストラニューゲームでは最初にね、そのシーンないんですけど、ニューゲームの場合は最初テーマパークからね、遊園地からスタートしまして、で、遊園地の中で死んでしまう、ひどい目に遭うっていう悪夢から始まるっていうね、スタートですが、まあ、エクストラニューゲーム2周目以降はカットされてますけどね。ただまあ、ムービーシーン的には悪夢から目覚めたところから始まるので、同じ夢は見てるんでしょうね。こちらもクイックセーブクイックロードがある場合は、ここの下水道を全て吹っ飛ばせるワープが、ね、あるんですけれども、まあ、それは使えませんので、一個一個ね、見ていきましょう。むしろクイックセーブクイックロードの時に話せなかったネタがね、ここは話せるかもしれないなと思って見てます。不思議に受け入れちゃいますね。まあ、ストーリー的なネタバレをしてしまうと、このヘザーのね、せいでっていう部分もありますので、ある意味被害者であり加害者であるっていうね。ああ、映画もね、良かったですよね。で、クイックセーブの時には取らないドライヤーをね、取っていきました。こちらがね、ないと先に進めないというアイテムになっておりまして、こちらのコンセントにドライヤーさして、その中にポイッ、ね、それでこちらの怪物がやっつけられます。エクストラニューゲームなので、本当は実はここに鉄パイプを落とすと、あなたが落としたのはこの金の鉄パイプですか、銀の鉄パイプですかっていうね、女神様が出てきたりもしますが、残念ながらお会いできませんね。100点満点プレイを、本当はね、その強い火炎放射器を手に入れるためにはしなければいけないんですが、それをするときには確実に合わないとね、100点にならないんですけれども嫌な女神さんですかね。ジャイアンを拾ったりとかしてますけれども、女性警官のね、あの方の扱い方がね、あそこは賛否両論あるかもしれないな。親父並みか。お父さんがね、そう出てきはするんですけど、本当に一瞬しか出てこないので、ちょっとストーリー知らない方にはちょっとね、難しいと思います。まあ、ヘザーとラブラブな仲のいいお父さんがいますけれども、一の主人公のね。ただまあ3は登場した時には、点々みたいなね、後ほど見ていただければ。まあ、映画はね、そうそう、1と3がなってるみたいですね。15ペースですが、かなりギリギリでされるな。大丈夫かな。先ほどのね、バイオ3はとても攻めた EST 内にがっちり収めてくるすごい走りだったですね。そうか、金の鉄パイプになってしまうのが単語難しいですね。パイプって言ったらなんか違う気もするしな。はい、雑居ビルの中に入りまして、この中でね、先に進むためのアイテムを今集めてます。まずロープを手に入れてね、まあもうすでに分かってるので言ってしまいますけど、次はジャッキを取りに、あーっとダブルヘッドに頭からいっちゃうと、そうやってカブカブされますね。これはかなり遅延になっちゃうな。まあ、飛びかかられてもね、一瞬ひるんでる間に操作できなくなってしまいますけれども、先ほどのかじりつきも永続ダメージなんでね、急いで振り払わないといけないです。ね、カプカプと。で、こちらでね、ジャッキを手に入れて、ジャッキとロープがないと先に進めないというね、そういう状態になっております。
Hay veces que pierdo mucho más tiempo que el que he perdido ahora. Así que nada. No ha sido un problema muy grave. He intentado configurarlo de mil maneras, pero no hay forma tú de que se me cambien los botones esos. Vale. Y aquí. クランポン みたいなね。Estamos ahora. Miyazaki Kenji-san 的な. En los apartamentos alternativos. とてもネタを拾っていただけてありがたいです。はい、今のラッキードロップで5階からね3階に降りることができました。でここでここはなんだっけな、その家の備品をね売ってるようなお店ですが、まあ、そこでこのバスタブを調べるとバスタブから赤いものが吹き出してきて世界がね裏に入ってしまいました。変身ステッキはね先ほどこのコスチュームに変身するために使いまして、あれをエクイップすることによってね、この格好になります。で、このカテゴリーでは、そのエスカレーターをね、登る、降りる、その切り替えの瞬間に変身することによって、ワープするというね、実はクイックセーブ・クイックロード、ありの方のカテゴリーではもう一箇所ワープできるところがありまして、まあ、地下鉄の階段なんですけどね。そこで2回目をすることもあったんですが、このカテゴリーは1回だけ変身かな。そうですね、おはようございます。時岡ずれまして、このゲームの後になります。よろしくお願いします。時岡はもう実は解説の方いらっしゃいませんのでね、もし我こそはという方がいらっしゃったら、ぜひともよろしくお願いします。私もちょこっとだけ予習はしましたけど、時岡は通常プレイしかちょっとね、したことがないのでね。かなりぶっ壊れそうですが、はい、グリッチが使えないのでマッチも取ります。もうオキシドールは取ってあると思うので、ね、あとは豚の肝臓と組み合わせてっていうことですね。そうですね、 3D の方ですね。 3D ゼルダ時岡、まあ64でも GC 版でもないっていうね。ソドフィッシュさん、どうなるかな。来られてももちろんね、大歓迎ですけど。おっと、この子はね、遅延ですよね。足にかじりつかれることもありますが、倒されるとね、ガードフッカーで倒されて、起き上がるまで時間がかかるというね。またね、カプカプしに来ますね。あ、そうですね。3DSの方なので。そちらも楽しみにしていただければ。64の方が RTA 的にはよく見るのかな。そうですね。あそこはいつも聞いたな。ちょっと手元に攻略本取るので一瞬だけミュートします。すいません。Vale, pues ya acabamos de terminar. すみません、戻りました。そうですね、かなり分厚い攻略本なんですが、感染攻略ガイド、NTT 出版のやつですね。後ろ後半が全て読み物になっているっていう。なかなか楽しい攻略本でした。すみません、ちょっとクリーチャーの名前をね、ふわっとしたこと言いそうになったんで、ちゃんと見ながら喋りますね。はい、ということでね、自宅のアパートに帰ってきました。あ、私もちょっと風たくはね、寝てて起きて急いでこちらに来たので、最後の方ちらっとしか見られなかったんです。かなり熱いレースにはなってましたけどね。バリア抜きはされてたみたいですね。ただ解説の方が一番最新のチャートではないのかなっていう感じではおっしゃってたんですけどね。はい、ということでここはね、無限サムマシンガンでズバババと。No ha salido tan rápida como quería. Bueno. Misionary 戦ですね。はい、終わってしまいました。
難易度がね、書かれてるカテゴリーでなければ、まあ、柔らかいんでね。ビギナーモードは入れてないのかな？ビギナーモード入れるのも全然 OK なんですけれども、イージーにするだけじゃなくてね。先ほどはね、もうイベントシーンがカットだったんで、ちょっと分かりにくかったですが、お父さんのね、ハリー・メイソンが家に帰ったら亡くなってました。でも、まあ、片浮き打ちをしたっていう状態ですかね。Exactamente, ahora llegamos a Silent Hill. 弾が出る魔法ですね。もうコスプレして帰ってきたんですけれども、それを見ることなく、ハリー亡くなってしまったっていうね。そうですね、武器の絵とか、クリーチャーの絵とか、ガンガン乗ってますね。楽しい。まあ、もちろん、こういうグリッチが乗ってるわけじゃないんでね、グリッチに関しては、自分で見たりね、確かめてみたりしなきゃですけども。マミさん的なね。まあ、その宇宙人とね、ドンパチするのがトゥルーエンドだっていうのは UFO エンドを見ていただくしかないかな。先ほどのところね、あのサイレントヒル2でも入れたバーがありまして、あそこにもね、アイテムがいくつか置いてありますけれども、まあ、RTA なので、必須ではないのでね、スルーしていきます。で、今はね、病院に向かっております。大事に乗ってるのは、なんだよ、大ギリンでいいのかな。ああ、ここの敵はね、ナースが出てきますが、このナースは何も使わずにただのナースっていうね、敵の名前みたいですね。バブルヘッドとかね。ああ、そうですね、ウィキとか、ウェブ情報は消える可能性がある。おっと、ちょっとミスったかな。今のはね、女子ロッカーに向かうところですが、ちょっとルート間違えましたね。そうですね、アップデもあるし、取ってた情報がガラッと変わる可能性がね。こちらは固定です。4639ですね。なので、なぜ知ってるんだろう、パスワードがね、いくつか出てきますけれども。こちらは固定じゃないです。と、君に行きましたね。0646。まあ、遠くからじっと時計の針を見て、押す方法もあるんですが。それはね、インゲームタイムで測るから、そのタイミングではインゲームタイム止まるよっていうね、技なので、こういうね、リアルイベントではしっかり見てね、頑張らないようにするのもいいと思います。で、先ほどのポラロイドカメラが地下で必要なので、まあ、地下に向かいましょうということで、女子ロッカーによってね、除光液も取ってあるので、壁にへばりついてある鍵を除光液で、除光液で、びっくりした。ひっぺがして取りました。あれはね、階段の鍵なので、階段で下に向かいましょう。そうですね、あの、2階の扉のパスワードは固定ですね。ここでランダムなのは時計の針ぐらいかな？ああ、まあ、こちらもですね、このポラロイドで写真撮る、ここで出てくるパスワードは毎回違うので、これもね、覚えていかないといけないです。7394でね。ジョジョではないです。ああ、このナースに会いたいという方がいらっしゃいますね。どこの病院かな？はい、先ほどのね、ポラロイドの番号をここは入力します。7394。まあ、アイテムの方向をちらっと見たりもするんですけどね。まあ、ああいうビーフジャーキーとかは、RTA するときには取らないから。で、電話を取ったら、まあ、クローディアのね、お父さんとお話しすることにはなるんですが、クローディアってまず誰やねんっていうところが出ちゃいますけどね。今回のその首謀者っていうかね。まあ、このヘザーを覚醒させて、神様を降臨させようじゃないのっていうのを企んでる人ですかね。まあ、それのお父さんはちょっとね、まあ、レナードって言うんですけど、クローディアとは考え方が違ってね、対立してる関係ではありますが。
Vale, pues como sabemos ahora. で、まあ、クローティアを止めるためなんやったら協力するから、俺んとこまで来なさいっていう話になって、そちらに向かってるところですね。医療逼迫でこのナースが各医療現場にね。おはようございます。今静岡スリーをやってますね。1のおばあちゃんはね、あれはあれで一旦終わってるのかな、あの方はね。まあ、このクローディア自体は、ここはね、一回閉まるのを見ないとこちらが開かないというね。まあ、アレッサっていうね、1の女の子がいて、まあ、それがシェリルとどういう関係なのっていうのはとても難しいんですけれども、まあ、アレッサ自体がね、魔法を使える魔女の子、超能力を持ってる子ではあって、ただそこに、まあ、教団があってね、まあ、ちょっとカルトな教団があって、そのアレッサに神を下ろすためにね、かなりひどいことをするわけですね。ひどいことをするんだけれども、アレッサは自分は死ねない。死にたくても死ねないというね。その苦痛から逃れるために自分の魂を分けてシェリルを誕生させて。まあ、なので、アレッサは7歳だけど、シェリルは0歳というね。で、その状態でハリーと奥さんが拾ったんだけど、まあ、奥さんはね、まあ、普通に病気で亡くなっちゃうんだけど、ハリーが男で一人で育ててたら、シェリルも7歳になった時だったかな。サイレントヒルに行きたいってね、急に言い出して。まあ、それで連れて行ったらシェリルが行方不明になって、で、一生懸命自分の娘を探したら、実はアレッサとね、一つに戻ってて。ここはイージーなのでね、鍵はもう最初から落ちてます。謎解きがね、難しくなったら、謎を解かないと先ほどのね、蓋が開かないんですけど。とは言っても、まあ、謎解き自体はね、あそこは固定なんで、分かっていればね、できるところではありますが。で、ビニール袋を取りまして、あそこに血を溜めに行きます。おっと？ん？何やってる？何て言うの？あ、オスティア、ミエルダン。おで。今、普通に道間違えましたよ。ああ、すいません。ハリーの話をしてましたが。まあ、1話ね、ちょっとさらっと言ってしまうと、結局、その神を降臨させるのを途中で止めることができてね、アレッサ自体も倒すんですが、でも、そのアレッサとシェリルの、まあ、さらに、なんて言うんでしょうね、魂を引き継いだ生まれ変わりの子供を授かって、その子を連れて帰って育てたのが今のこのシェリルじゃない、ヘザーっていうね、まあ、17年間そちらからっていう、まあ7たす7たす14は17はとかね、いろいろありますけれども、14たす17か、合ってますよね。うん、でもヘザーとして暮らしてきたんですが、結局そのね、教団に、まあ、見つかってしまって、まあ、探偵を使ってね、そのヘザーに対してちょっかい出してきて、君の生まれにの件について話があるんやって。まあ、その探偵さんはね、この子は誘拐されたっていうふうに聞いててね、一生懸命探しに来たんですけど、まあ、実はそういうあれじゃなくて、まあ、ハリーとはね、まあ、ラブラブな、お互い仲がいい、キャッキャしてるような親子だったんですが、ちょっとね、悲しい目に遭ってしまいました。うん、先ほどのはちょっと頑張ってるな気がするな。17ですね、ごめんなさい、ごめんなさい。14歳って言いそうだった。14歳なのは、アリサの年齢だね。そう、17歳なのか、24歳なのか、31歳なのかね、ややこしいですけど。すみません、ちょっと関西弁が混ざるかな。ちょっと一生懸命喋ってると出ますかね。先ほどのレナードとね、話をするんですけど、まあ、結局レナードもね、人を信じられなくて、お前もクローディアの手先か、的な感じになってね、通じへんわっていう感じになって、まあ、倒しちゃうっていう話ですけれども。まあね、ヘザーからしたら、おこの人やったら話通じるかなと思ってきたら、さっきみたいなのが出てきてね、あかんわこれっていう感じになってますけれども。そうですね、バタフライになっちゃいますね。まあ、ああいう感じで、何もさせないで、立つのはいいです。ちょっとでもね、暴れ出すと、もうずっと動き続けちゃうんでね、レナードさんは。遅延がひどいです。で、一旦
ここのサイレントヒルに来たときに、まあ、ここサイレントヒルなんですけど、来たときに入ったモーテルに戻ってます。Aparte, tengo la, la, la dificultad también añadida que también Rune or Silent Hill 2. Y siempre estoy alternando entre uno y otro. Y el hospital de Silent Hill 2 es exactamente idéntico al de Silent Hill 3. 本当はね、ダグラスと待ち合わせして、ダグラスとお話ししようと思ってたんですけど、なぜかヴィンセントというね、その、またこれはクローディアと違う派閥の、まあ言ったらちょっとね、内部でドンパチしてる。牧師なのかな、神父なのかな、どっちだったかながね、いますけれども。その辺は細かく言うと、ちょっとね、宗教的に怪しいですが。そうですね、もう病院は終わってます。先ほどね、言ったテーマパークに今向かってますね。そうそうね、あの、サイレントヒルの歌をご存知の方はね、ついつい歌ってしまいたくなりますけどね、ダグラスとかね、ヴィンセントとか聞くとね。魚屋さんのお話も出ますけれどもね。A mí esta me gusta porque es mucho, mucho, muy basado en el movimiento. Las otras, pues sí, lo que pasa es que los safe. そうですね。ヘザーが強いのは、お父さんが最初からこうなることを見越していろいろ仕込んでたっていうね、お話もありますよね。はい、まあ、ロビー君がね、ゴロゴロしてますけれども。こちらはどのルートでも、まずはね、スーベニールショップ、お土産屋さんにね、来て、で、一回ここの角まで走ってから、ちょっとあれ何もないなって言って、下がるとパカーンと音がしてね、いっぱいカンカンが落ちてるって。で、この中に、ジェットコースターのね、制御室の鍵が落ちてますので、持っていきます。プロさんの横をスイスイって受けてね。アームズ的なね、まあ、アームズご存知のない方のね、ネタバレになっちゃいますけど。まあ、ただの女の子はガンガン戦えるのは的な話からかもしれないですけどね。でもこんな感じで、ここはジェットコースターの乗り場に向かってますね。ああ、ボンバーマンにも出てるんだ。かなりいろいろ出てますね。そうそう、ご存知の方はね、ああいう感じの。ウサギを見たらロビー君やんって思ってしまうっていうね。で、ここはちょっと走りにくいです。ちょっとでもね、その線路からはみ出そうになると、うわわわって落ちそうになるんでね、遅延になってしまいます。うまいこと走ってますね。綺麗に走り抜けました。あの、その悪夢を見てた時には、ここで実はね、引かれてしまって目が覚めるという、まあ、ここまで来なくても死ねるんですけどね。今回はちゃんとその夢を見てたおかげで、避けることができました。で、お化け屋敷ですね。お化け屋敷なんだけど、他のね、カテゴリーだったら、ここグリッチしてスポーンと抜けてしまう、まあ、ちょっとね、難しいシーンがあるんですが、今回のカテゴリーでは、こんな感じでね、中を走るとこを見ることができます。ああ、でも、こちらの方の映画はちょっと自分チェックしてないんでね、あれなんですけど、どこまでストーリー一緒なんでしょうね。はい、こんな感じでね、途中で道が変わったりもします。この赤い光に追いつかれたら、永続ダメージを食らって、結構一瞬でね、ヒットポイントが削られて死にます。即死ではないんですけどね。なので、赤い光に当たって、うめき声が上がっても、逃げ切ることもあります。もうこれで OK ですね。ハードとかでやると、その壁にぶつかったときに、その、ぶつかってしまったモーションが入るんですよね。そうなるとかなり厳しいですが、まあこちらはね、イージーでやってますので。そうそう、話聞かないとね、先ほどのとこ進めないんですよ。あれももどかしいですよね、RTA だったらね。話は終わるまで進ませてくれませんっていう。で、こちらでチェーン取りまして、赤い靴も取っていくかな。なぜか舞台のね、中央に赤い靴が。もうほとんどグリッチですね。その、置き換え、変身ワープ以外はグリッチ使わない感じかな。
まあ、エクストラニューゲームのね、最強アイテムはもちろん使っていくんですけど、で、ここにチェーンかけまして、その回転塔にね、もう片方をつなぐことによって、ここもちょっとね、ポイントが狭いんですけど、で、それで、さあ、回れって感じでね、スイッチをガッと入れて。ちょっとホラーに出てきそうな靴ですかね。ああ、ゲーム知ってるとちょっと楽しめますか。ありがとうございます。本当は先ほどのね、探偵のダグラスとのやりとりもあるんですが、まあ、ダグラスはね、とても最初不審がってたんだけど、この辺に来たらね、もうしょうがないなって感じでね、受け入れてる感じはありましたよね。で、ここで赤い靴と人形をね、白雪姫とシンデレラに置くと、扉が開きまして、まあ、ここのドラゴンの部屋を抜けていくと、グリッチ使うとね、先ほどの部屋までずっと壁抜けして走ってくるのが、なんて言うんでしょうね、目標なんですけれども、今回はグリッチを使わないので、メモリー・オブ・アレッサっていうね、ボスも戦います。これはクイックセーブ・クイックロードを使ってるわけじゃないけど、今のはスタートまで時間かかるやつをスキップしたのかな。メニュー出すことによってそのイベントシーンの何もできない時間をねカットするっていうのがあったと思いますので、それをやってるかもしれないですね。ホラーでよく見るメリーゴーランド、そうそう、お馬さんをちょっとね倒していかないといけないんですよ。こちらもメニュースキップしてますね。結構長いことね、ここの動けないムービーシーンは止めさせられるんで、判定がかな、馬が止まるまで待ってたかな。でもう一回今度はメモリーオブアレッサが出るまで飛ばすかな。大変ですね。うまいこと言ってるかなこれ。あ、また馬がね動き出しましたね。そっか、あそこ馬が死んだ後でこれだけ待たされるのかな。あれをやった方が速くなるという話ですね。まあ、飛ばして飛ばして、でメモリーオブアレッサ戦ですが、まあアレッサというね、その、まあ、実は黒髪以外はもうまんまヘザーっていう見た目なボスとの戦いになります。まあちょっとハテナがありますけどね。で今グシャっていう音がしたのはねちょっと聞こえづらかったかもですが、でこうやって何回か倒すと持ってる武器をね変えてまた襲ってきます。ハンドガンだったりね、サブマシンガンだったりしますが、今はハンドガン状態かな。追い打ちしてる。無限サムマシンガンなんでね、弾薬取ったり。する必要はないですけど。無限サムマシンガン最近使ってないな。リロードは必要だったっけな。はい、もう倒しましたね。かなり一気にいけるな。ん？大丈夫かな？おお、オプションに入ったんだ。こちらで今、ビギナーモードをオンにしましたね。そうか、ここまでビギナーモードオンにしないんだ。このカテゴリー、まあね、特に難易度指定がない限りはね、ビギナーモードを使うのもありになってます。まあ、ビギナーモードになると、火力は上がるし、体力も上がるしっていうね。まあ、グリッチを使うときには、その、ビギナーモードにすることによって、ノックバックのね、その、するしないが変わってしまったりして、それのせいで使えないグリッチとかがあるんでね、ビギナーモードの切り替えとかも入ったりもしますが、このコスチュームは、レギュレーションというか、必然的にこのコスチュームですね、このエクスタニューゲームの場合は。着替えるじゃないや、変身することによるワープがね、一箇所ありまして、それ以降着替えてない感じですね。今、給水してましたね。アレクサではないです。
アレッサですね。Para que esta puerta se pueda abrir rápidamente sin esperar a que las huellas lleguen al final. あ、なるほどね。ここは本当はその天守の絵の前で待ってクイックステップクイックロードをすると一瞬でそのイベントがね、足跡がゆっくりゆっくり来てその壁の絵の後ろにね吸い込まれていくんですが、このカテゴリーはクイックセーブクイックロードそういう使い方ができないんでね、ああいう感じでイベントスキップしてましたね。でこちらはヴィンセントとの会話で、今ねタロットカードを集めていってます。でタロットカードを最後ではめないと、進めないラスボスのところに行けないんですけど、グリッチを使えるパターンでいくともうタロットカードとか無視してね、もう壁抜けしちゃうんですが、今回はね全て集めていきましょう。Y hasta que no llega la última, hasta que digamos que las huellas no llegan al cuadro, no se puede abrir esa puerta. Tienes que esperarte ahí. Sin embargo, haciendo eso, nos evitamos el tener que esperar hasta ese evento. Y de hecho va bastante más rápido. Y aparte como el timing. Hasta que las sushi o hanashi ga ippai tsuite masu. Kura tsuke toko kana. Las entradas y salidas de puertas, pues.そうですね、時間的には、まあ、でもビギナーモードも入れたしね、ゴッド戦も大丈夫だと思うんですが、本当はね、ここの先にボス戦なんですけど、まだ手に入ってないタロットカードがあるために、一回戻されます。そこに進むための鍵をね、今手に入れました。ここもね、同じ、先ほどと同じイベントがありますけど。これはインゲームタイムを縮めるためのあれかな。リアルタイムがあれでね、その場面切り替えで短くなってるかどうかはちょっと測ってみないと分かんないですね。おはようございます。まあそのね、足跡がこちらに何かあるよっていうのを教えてくれるイベントをね、一生懸命スキップしようとしてました。で一旦ね、上に戻んなきゃいけないです。真鍮の鍵をね、アレサの部屋で手に入れたんで。ペンジュラムも難易度が上がるとね、とてもいやらしい動きをしてくるんですが、まあ、ビギナーモードも入ってることですし、雑魚敵とかに関してはもうね、全然気にせずに走れるレベルかな。Se han portado bien esta vez. Vale, aquí. Entramos aquí en esta aula. Una representación del aula donde. ¿Cómo va? ¿Dónde estudiaba Alessa? ¿Y si no me detecta que nada? Alessa no cayó teta, que hoy es ese. Y si mirar teta, toco de ese. Tsukue ni iro iro raku aquí sale tariste. Mucho te trae chindesa. Todo esto es para evitar porque hay una especie de gorila en el medio del pasillo que no nos dejará pasar.あそこはあの部屋通らなくてもまっすぐ突き切れるような気もするけど、陰線キャンサーが立ち下がっちゃうかな。景色がね、そうですね、 RTA で何度も何度も走ってたら、あ今この辺だなんてのは大体分かっても、なかなかそこを取れないうちはね、今どこ走ってるんだろうって、マップがね、ここの面のマップはさらにアレッサーの落書きみたいなマップしかなかったっけな。ごめんなさい。アレッサなんですけど、アレクサじゃなくてね。Si me hubiera acordado de poner la opción esta del menú y la guiadita del hospital, podríamos haber conseguido PB, lamentablemente. はい、ここもパズルです。先ほどのね、なんて言うんでしょう、落書き帳じゃないけど。自由帳みたいなところにね、この配置が書いてありまして、その通りなんですが、まあ、ここはね、固定なんで、覚えてたら置きます。おはようございます。さあ、ね、BGM 変わってるの聞こえるかな？ラスボス戦ですね。エスティメートちょうどぐらいかもしれないな。かなり攻めたエスティメートだったですけど、ちょこっとルート変わったかなって一瞬思いましたが、いけそうですね。で、今のペンダントはお父さんが持たせてくれてたね。アグラオフォティスでしたっけ。神を下ろされそうになりましたけど、あれのおかげで吐き出すことができたんですが、
クロディアがそれをね食べちゃって、あ、ここでセーバーだな。はい、ジジイです。Lástima lo del hospital, eh. Si hubiera hecho la fast kill del hospital con el modo este de las opciones y no hubiera sido la liadita, hubiéramos conseguido un personal best, eh. いい走りでしたね。エスティメートもバッチリでしたね。Pena. そう、ビームセーバーね、一回振り出してしまうと強いんですよ。構えるまでがね、ちょっとね、ギャバンっぽい感じでビヨーンって出すんで、あれが長いんですが。出してしまったらもうね、神を瞬殺できるっていう。まあ、ビギナーモードが入ってますけどね。死体蹴り、まあ、死体蹴りは約束です。で、ここからまあエンディングではありますが、ちょっとねストーリーを追っかけられなかった都合上、こいつ誰やねん状態になると思いますけれども、まあ、危機感がねこのカテゴリーはしょうがないです。はい、こちらの服を着るって言ってね、散り切りました。6万 X ってこんな感じだったっけな。36アルゴ、もうこの衣装にならないとね、一箇所ワープができないんでね、これはもうやむなしなんですよ。まあ、むしろこの衣装を見せたいからこのカテゴリー走ってるんだろうなっていうね、そんな邪推もしてしまいます。すいません、それは私です。前回の GDQ で、まあ、サイレントヒル3のね、走りもあったんですが、それも合わせてイエティさんからヘザー T シャツが出てましてね、まあ、この格好だったんですけど、ピンクピンクな T シャツですが、私買ってしまいましてね、たまにはそれを着て、ゲーム実況でもしようかなと思ってますけども。ああ、そうですね。4はなかなか精神的に来るような内容だったですね。特にそちらに向けてた感じかな。パパがね、そこが一番ショックだったかな、今作はな。そうですね、PC 版ですね。かなりくっきりと見られる感じですが。ああ、そっか。B はね、UFO エンドがあるから救われてる部分もあるかな。お父ちゃん元気だからね、あそこね。はい、こちらがダグラスですね。最初の声をかけてきた探偵です。まあ、そこのイベントシーンもね、ちょっと見られなかったですけど。あ、ほらっていう感じで来てますね。おはようございます。ほら蹴った。ここでイッツアジョークっていう感じでね、ふざけるヘザーが可愛いというか愛おしいというかね、いいですよね。ああ、今年の GDQ どんな感じがあるんでしょうね。それも楽しみですね。なんかマックアップはつい最近届いた報告をね、ちょこちょこ見てた気がします。あれも良さそうですよね。入れる飲み物によって色が変わったりしてたかな。まあね、ヘイザーじゃなくてシリルとして生きていくけど、まあ、髪の毛の色はこのままでいいんじゃない的なね、やってるでしょ的な、そんなポーズで終わりました。まあ、バッドエンドもね、実はできます。バッドエンドやる方が難しいですよね、このゲームはね。わざわざバッドエンドになるような行動をしなきゃいけないですね。懺悔室に行ったりね。その場合は、ちょっとね、ダグラスさんを。しちゃってね。終わっちゃうっていう、シャリにならない終わりがありますが。まあ、学校の話ね。キセキさんがガンガン宣伝してたからな。はい、ということでね、おー。インゲームタイムは35分54秒だったんだ。これはスピードランドットコム的にはどうだったかな。3554か。ノークイックセーブ、ノークイックロードで。まあ7位ぐらい、この走者さん的には自己ベストが出てるかもしれないですね。36分9秒が自己ベストで SRC に申請してるから、それよりは早いですね。あ、それよりもね、申請してないで早いタイム出されてるかもしれないですけど、ね、更新したっぽいですね。よかったよかった。走者さんの表情もね、心なしか笑顔が晴れやかですね。よかったって感じの顔かもしれないですね。
で、ポジションって書いてあるかな。これね、点数でしょうけど、あれを100点狙うっていうカテゴリーもあります。はい。サイレントヒル3でした。いやー、よかった。ね、BB 出ましたね。いい走りでした。で、まあ、解説としてもね、させていただいたんですが、ちょこっとだけね、このタイミングで宣伝させていただくと、7月3日4日にね、ソニックゲームの、RTA マラソンが、RTA ジャパンさんのね、貸し出しイベントでありますが、先ほどね、あのヘザーの格好がスペースチャンネル5っぽいっていう話だったんですけど、あれもね、ソニックチームの作品ですけれども、で、まあ、そのソニックチーム、スペースチャンネル5とも、ね、縁の深い君のためなら死ねるという作品をそちらのイベントで走らさせていただきます。7月3日の夜かな、予定は。ので、もしよろしければね、そちらも見に来ていただけると嬉しいです。すぐですね、もう2週間ですね。2週間ないかな。ね、あのイベントも楽しみなので、ぜひともね、ちょうど GDQ の直前ぐらいになるんですかね。5日ぐらいから GDQ かな。ダビーっていう感じをね、皆さん書きに来ていただければ。そう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 。あ、間違えました。ごめんなさい。今、あの、許可をすべきところを拒否をした方がいらっしゃいますね。申し訳ない。ちょっとあの、解説しながらなんで、パーミットとブロックを押し間違えました。申し訳ないです。君死ねの死ねがね、ちょっとセンシティブに引っかかっちゃったかもしれないですが。はい、ということでした。次はね、ゼロの伝説、時のオカリナです。ちょっと準備がありますので、一旦ミュートします。しばらくお待ちください。